はい、まず自家ウイルス感染症等への注意喚起についてです。リオオリンピック・パラリンピックがいよいよ始まります。夏休み中でもあり、海外に行く方もいると思います。海外では自家ウイルス感染症、マラリア、黄熱、デング熱、チクングニア熱、など蚊に刺されることで感染する病気がいろいろあります。デング熱ではフィリピンに渡航された方が日本に帰国後に死亡された例もあります。また黄熱についてはワクチン接種をしていないと入国できない国もあります。渡航先の情報をしっかり調べていただきたい。また国内においても蚊、ダニに噛まれることで病気になることがあります。噛まれないように長袖、長ズボンの着用、虫除けスプレーなどの使用など、しっかりと対策をし、元気に楽しく夏を過ごしてください。詳しい情報は、厚生労働検疫所、厚生労働省の検疫所や、国立感染症研究所のホームページに掲載されていますので、ご確認をしてください。次に、浮遊建築物の耐震化の推進についてです。熊本地震では庁舎などが被災をし、災害時に対応が十分に行えず、住民生活への影響がありました。大阪府ではこれまでも庁舎をはじめ浮遊建築物の耐震化に取り組んできました。この度浮遊建築物の今後の耐震化対策の方向性を取りまとめた新浮遊建築物耐震化実施方針を策定をいたしました。庁舎や警察署など災害時に重要な機能を果たす建築物は平成30年度までに 100% の完了を予定としています。新たな耐震化の取り組みは3つで、1つ目は災害時に重要な機能を果たす建築物のうち、倒壊しないが損傷を受け使用できない恐れがある建築物を業務継続できるように耐震性を強化をいたします。2つ目は大規模なホールなど吊り天井などの耐震対策やエレベーターの閉じ込め防止対策をはじめとする二次構造部材などの耐震化に取り組みます。3つ目は平成28年6月に国土交通省が示した長周期地震動への対策に基づき、対応が必要な施設については安全性の検証を行った上で必要な対策を実施します。今後府民の生命財産を守るためにこの実施方針に基づき浮遊建築物の耐震化に積極的に取り組んでまいります。僕は以上です。それではご質問を受けしたいと思います。まずはじめに感謝の朝日放送の藤田さん、よろしくお願いします。 BBC の藤田です、よろしくお願いします。仮に自家ウイルスが大阪府内あるいは関西に持ち込まれた場合、どんな対応などを考えていらっしゃるのか教えてください。自家ウイルスが大阪府内、関西に持ち込まれたケースはですね、ケースへの対応としては、自家ウイルスの感染の届け出があれば患者の調査や、患者の性交渉や献血を控えるなどの指導を行います。また場合によっては患者が感染したと思われる、場所の調査を行い、必要に応じて蚊の駆除などを市町村とも連携しながら、感染拡大防止の対策を取っていきます。その想定でですね、研究所はやっぱり統合しないとダメだということなのか、あるいは今のままでも十分対応できるよということなのか、そのあたりいかがでしょうか。現状でも対応は可能です。しかし、その研究所機能としては新たな研究所を作る方が、機能が強化できると、府民の皆さんの健康被害、を健康被害を受けないように、さらに、そういう、こう研究所としての機能強化を目指したいと思っています。ありがとうございます。でちょっと話題変わりまして、ダイオキシンなんですけども、ちょうどダイオキシン問題なんですけども、月曜日から神戸での掘り起こしが始まってまして、10日までには全部こっちへ帰ってくると、いつかにもこっちに帰り始めるんですけども、その辺の受け止めをお願いします。現在神戸市との、合意事項です。その組合の方との合意事項である10日までに廃棄物の撤去に向けて、両町がですね、の組合が努力をされているところです。
廃棄物の処理法上の基準をこれを遵守して、廃棄物の保管に適正に保管を適正に行っていかなければなりません。まあ、府としてはそのために神戸市の処分場や、豊野町内の保管場所を府職員が、現地確認をし、具体的に必要な助言を行っているところです。で、今後また改めて処理先を一から探し直さないといけないことがあるわけですけれども、うん、そういったときに府として支援体制というのはどうなっていくんでしょうか。まずこれは組合と寮長が、検討すべきでありますけれども、まあ、府としては必要と考えられる廃棄物処理法のこれを遵守するこの観点から、まあ 助言や指導、技術的指導をするなど組合に最大限協力をしていきたいと思っています。わかりました。また話題変わって都知事選なんですけども、選挙結果の受け止めをお願いします。まあ、選挙結果の受け止めというか、まあ結果としては小池さん圧勝だったな、こういうことですね。まあ、これからですよ、東京都が本当に改革されるのかどうかね。まあ、都議会もお手並み拝見ということでね、見てるでしょうし、まあこう改革を言うのは簡単ですけど、いよいよこれが始まると凄まじい様々な抵抗勢力がありますからね、そんな中で、まあ、どういうところから手をつけられるか非常に関心を持って、見守りたいと思ってます。これ、まあ、圧勝というこの背景というか原因というのはどこにあるとお考えですか。まあ、やり方がうまかったんじゃないですか。やっぱり首長を選ぶ選挙というのは、まあ、僕も去年の11月22日そうでしたけど、組織がこうだからって、その有権者の皆さんが組織の言いなりにはなりませんね。あれ逆なんでね、有権者が支持してるわけで、政党を、政党が有権者を支持することはできません。だから我が政党を支持してくれてるから、いや、我々がこの人を選んだんで、黙ってこの人に応援してくれっていうのは、これはもう、政党として、ちょっとこう横柄だと思いますね。それ同じことを我々大阪維新の会も言えるわけですけどね。要は我々支持はされてるけど、我々が支持してもらいたいのは政策であってね、政策なしで何でもかんでも我々をが選んだ人いいですよと、いうことにはならないと、こういうことです。ありがとうございます。あと今後、まあ、大阪府は福祉と掲げているわけで、そういったところで東京都とか、まあ、新しい知事に対して、まあ、理解とか意見とか求めていくようなことはあるんでしょうか。いや、福祉とはこれ東京一極集中是正の話ですから、日本のために二極を、まずは二極作ろうということなんで、その辺についてはこれまでのまあ石原知事、都知事もの頃でもね、東京これ以上集中するとやはり生活インフラを含めて非常にこうあまりにも人が増えすぎて不便になるから、やっぱり2局作ってもらいたいんだという当時の石原都知事もおっしゃってたんで、それ以降猪瀬さん、松添さんと、まあ、小池さんも一極集中を是としてるわけじゃないと思いますんでね、やっぱり二極を、まずは二極作っていこうという考え方はお持ちなんじゃないかなと思います。幹事社から以上です。ありがとうございます。次の質問お願いいたします。朝日新聞の川口です。一つの耐震化の推進ですが、まあ、目標を定められて、まあ、今後、まあ、新年度予算ですとか、まあ、今後、そういう予算などの、まあ、力を入れていく、どのように力を入れていくか、この辺りについて。いや、これはまあ計画作ってますから、その計画に
を着実に実行していくために、毎年、それをその裏付けとなる予算編成していきたいと思ってます。すみません、ちょっと話題変わりますが、政府の経済対策に、リニアの、大阪延伸前倒しが盛り込まれたわけですけども、これについてどう見られていますかと言いますか。いや、これはありがたい話です。まあ我々まだ今の時点でね、同時開業の旗を下ろしたわけではありませんが、まあその同時開業についても、まあもう、本当に近いうちにはですね、このより具体的な、こう東京大阪間の、リニアで結ばれる時期っていうのをちょっと具体的に修正を時期を修正する必要は出てくるんでしょう。でもまずは最低限8年前倒しになったということですから、18年遅れる、平成45年がね、37年まで、なんとか、前倒ししてくれたことは非常にありがたい。さらにそこから1年でも2年でも10年でもね、早く開通できるように、これは経済界含めて、今のリニアの、同時開業推進の協議会の場所でも、さらにそこから前倒しするためにはどういうことをしていかなければならないのかということを、話し合っていきたいと思います。時期の修正が必要というのは、それは府や市と経済界で作ってらっしゃる協議会としての目標年限を、より現実的なというか、同時開業はかなり難しい情勢ですけども、現実的な時期に再設定し直すという、そういうご趣旨ですか。だから今、僕もそうですし、同時開業という旗を経済界と一緒に掲げてるわけでね、もう東京名古屋間は着工されたわけなんで、これはやっぱり、大規模土木工事ですから、いつまでもね、この同時開業というところをね言い続けてもですね、それはちょっと具体的なそういう根拠が見かけるじゃないのという話になると思うんでね、8年前倒しを決めていただいたということからね、じゃあ今度はその8年前倒しにあたっては、例えば残土の、大量に残土の方が出てきますし、残土処理をどうするんだとかね、駅の位置を具体的にどこにするのか、これは僕は新大阪って言ってますけど、大震度で、こうリニアが進んでくるわけなんでね、で少しでもやっぱりこう縮めていこうと、時期縮めようと思うと、要は今度は大阪側から掘っていくということになるんでしょうから、だからそういうところのね、より具体な提案ですねをこう専門家も入れて、これからやっていきたいと思ってます。それは例えば金利負担という話がこれまでメインでしたけども、そのあたり以外のことでという、そうですね、お金の話もそうですけど、それ以外に、8年前倒しっていうのは具体的にどういう前倒しなのか、東京名古屋間をまず一旦開通をさせてから、次今度名古屋大阪間を着手するという予定が、要は東京名古屋間開通してすぐ名古屋からスタートでね、工事に入ってくれるんかな、それであればもうルートが、ほぼもう奈良ルートで決まってますけど、もっと環境アセスも必要になるし、いつから環境アセスやってくれるのかね、そういうところの具体の、課題の、話をしていきたいと思ってます。ありがとうございました。次のご質問をお願いいたします。毎日新聞の牧野です、地震の耐震化の対策なんですけども、長周期地震
象対策で既存の超高層建築物について検証を行うとありますけれども、先島庁舎の検証は進んでいるかと思うんですが、その他対象となるビルっていうのは他にどんなところがあるんでしょうか。先島庁舎以外の、長周期地震動の対策が必要なのは、府立健康科学センター、それから府の府営東大阪春宮住宅、それから大阪府庁本館、東館ですね。で、太陽の塔ということにが、長周期震動対策の対象建築物と、なります。それらの建築物についても先島庁舎と同じように具体的な、最大どれぐらい揺れそうだとかっていう想定をされた上で対策を考えられるということなんでしょうか。いや、このうちの、本庁舎の東館と太陽の塔については耐震工事がスタートしてますから、耐震工事が完了すれば、長周期地震動対策はもうこれは完了したということです。あとは必要になります。リニアの話に戻るんですけれども、先ほどのお話ですと8年前倒しよりより前倒しをの方策を探っていくけれども、その同時開業の旗はもう下ろさざるを得ないということになっていくだろうということなんでしょうか。これは要は物理的な話でね、この大規模土木工事として、これは大体みんなね、もう東京名古屋間がもう着工された時点でですね、なかなか同時開業中のところは厳しいだろうなと、みんな雰囲気としてはそういう雰囲気を持ってるわけで、僕もその雰囲気持ってましたよ。でもとにかく1年でも2年でも早期に平成45年だけは何としてでもね前倒したいという思いで、これまで政府と掛け合ってきたわけでね。で今8年前倒しを決めていただけたんでね、8年前、相手から見たら、大阪あんだけ言ったから8年前倒し決めたじゃないのと、それで、それをまずね、お礼言えいう話になるでしょうから、これはもう本当にありがたいと思ってますよ。で、これを不十分だと言って批判してもね、これ大阪のためにはならないんで、まずは8年、これありがたい話、これは徹底して大阪、側としてね、政府と、こう要請してきた、結果が出たと思いますよ。でも今後はね、8年と言わずに、なんとかね、あと2年でも3年でも5年でもね、やっぱり日本の経済のために、こう工期を短縮してもらう、こう具体の我々提案をしていきたいと、いうことです。だから平成37年ですから、今8年前倒されたら、あと21年後に、なるわけでね、だから21年後やったらもう、ほぼもう僕もギリギリなんで、もうちょっと元気な間にリニア乗りたいと言い続けようと思います、ありがとうございました。次のご質問お願いいたします。日本経済新聞の種田です。同じくリニアについてお尋ねします。この全線同時開業のその目標を下ろすというのは、これはその関係連などとの協議会との決定事項ではなく、大阪府としてのお考えというふうに受け止めればよろしいですか。だからこれからね、経済界の皆さんで今は全線同時開業を推進するための協議会なんで、これ対政府との交渉の中でね、いつまでもそれかというのもね、もっとやっぱりこう具体の案を、具体的に、根拠立てて、やっぱりあと8年前倒しを、10年15年とやっていくのが、やっぱりもう、僕はその方が、より説得力あるんじゃないかなと思ってるんで、そういう話し合いをしたいなと思ってます、経済界の皆さん。
それからその協議会でもまあそういう話をされてということで、まあ、経済界とまだその、確認されているわけではないですね、はい、でも大体みんな分かってるじゃないですか、もう、うん、同時会議はこれ 今のこの時期では厳しいなというのは。それからもう一点、先ほどお話にありましたように、その協議会の中で その8年前倒しからのさらに前倒しの検討ですけれども、そういったまあ、工期の短縮など、技術的な検討と、それから資金支援の面ですか、その検討というのは、同時並行的にこう今後、することになるんでしょうか。まあ、その、すべての、そのいう、まあ、工期短縮に向けて、すべての課題について、協議をしていきたいと思ってます。それは要は技術的な部分、例えば残存処理をどうするかの部分と、まあJR 東海さんが資金的な問題があるというならば、やっぱり資金的な話もその中で、入れていくと。ただまあ財投であれこれだけの投資をされるわけですから。資金的な問題というのはもうだいぶこうクリアできてきてるんじゃないかなと思います。あとは要は技術的な部分なのかな。例えばやっぱ環境アセスもだいぶ時間かかるでしょうし、今東京名古屋間でも残土の処理が一部決まっていない部分ありますからね。まだこれはもうやりながら残土処理場所を見つけていくんでしょうけど、まあそういうところでより具体的にこういう処理の仕方がありますよとかね、そういうことをどんどん、ご提案することによって、まあ、そういう工期の短縮につながるんではないかなと僕はそう思っています。あともう一つちょっとまだタイミングが早いですけども、新内閣に対してですね、まだ全部顔ぶれが決まっているわけではありませんけど、まあ、現時点分かる範囲での期待注文ございましたらお願いします。うん、まずは関西からね、経産大臣が、就任をされたということで、まさに、この大阪経済を成長させるためにまあいろいろと連携できるんじゃないかなと思って、歓迎をしています。あとはもう骨格は変わってないわけで、安定的な政府運営が、政権運営、行政運営、されるということなんでしょうかね。ありがとうございました。他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。NHK の野上です。コメントでも出されてますけれども、改めて北朝鮮のミサイル発射について、改めてご紹介をお願いします。もう瀬戸際外交は通用しないということがね、まだ分からんのかなと思いますね。もう世界で孤立をして、孤立することで、より、北朝鮮 の、 国民の皆さんが、まあ生活環境が悪化すると、そういうことがもうとにかくその北朝鮮の指導者なんならね、国民のことを思ってやっぱり、国際社会の一員ということを認められるようにね、さまざまな、今までのそういう瀬戸際外交は即やめて。まずは、こう話し合いのテーブルにつきね、無謀なことは即やめるべきだと思っています。次のご質問。毎日放送の入り口です。昨日その方から健康と栄養調査っていうのが速報発表されたと思うんですけども、大阪で粉もんとご飯を一緒に食べている人が、まあ、肥満度が高いっていうことなんですけど、それについて知事の感想を聞かせていただけますか。いや別に粉もんとご飯食べたらその分運動したいと思いますけどね。まあそれで
ちょっとこうメタボに、なってると。それも見た食べた時点でこれはちょっとカロリー多いなというのはみんな分かってやってるわけでね、うん、でもやっぱり、これは食文化というのはみんな好みがあるわけですから、大阪府食文化の中でね、まあ、それをこうそれを好んでる人たちは別にね、僕はいいと思いますよ。ただ、その後カロリー消費できるようにね、頑張ってもらいたいと思います、うん、知事はこのモントご飯は一緒に食べられますか？うん、食べるよ、うん、どういったもの？もうお好み焼き定食、焼きそば定食、うどん定食、もう昼ご飯はまあこれが大体定番でしょ、大阪では、うん、はい。他にございませんでしょうか？よろしいでしょうか？それでは定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。の取り組みの2つ目のところの下に指で指している辻店長との耐震対策はすでに実施しており、平成29年度に完了予定となってますけど、すいません、30年度の間違いでございます。申し訳ございません。訂正方よろしくお願いいたします。知事としてね、例えば国に対して都市部の、への権限移譲とか、それから、まあ、税の返済のねをちょっと財源移譲とか、そういう知事同士とは連携して国に対してね、いろいろと、提案していくとかあると思うけど、その政党として戦ってるんじゃないし、小池さんは。だからその政党同士がどうの連携するとかそういう話ではないと思います、うん。まあ、政党に押されない形で勝たれて、まあ、大阪では結局橋本知事時代にはその議会勢力というか持たないと進まないということになったわけですけども、うん、都議選もまあありますけれども、やっぱり小池さんはそういう、まあ、政党までいかなくてですね、その都議会に一定 の、 そのグループというのを作っていった方がいいと思います。でもご本人も、もう知事と議会は車の両輪と、ご本人がおっしゃってるしね、議会との連携、協調は重要と発言されてるんで、まあ、長い政治家
経験も小池さんあるわけですから、もう議会と連携協調僕はしていくんだろうなというふうに今報道を見ててそう思いますね。ただそれが慣れ合いぬるま湯もたれ合いのね、そういう形でにならないように都民の皆さんは期待してるんじゃないんですかね。連携協調っていうのはもう変に何でもかんでも妥協して、水面下の話し合いで合意をしてやっていくと、これはもう要は、慣れ合いもたれ合い政治になるんでね、だからぜひオープンな議論をして、とにかく議会を、こうリーダーシップを持って議会を引っ張っていくようなね形で東京都の改革をやられるのが一番いいんじゃないのと思いますね。一番重要なのはあれだけオープンと言われてるんで、大阪府のオープンを見習ってもらったらいいと思いますよ。意思決定すべてオープンですから、大阪府では要は予算編成過程を、メディアの皆さん見てるわけなんでね。だから結果としてどこもさっき、特ダネで抜くことができないというね、予算編成過程の中で、知事と部局で、こう知事重点でどれ復活するかなんてその日までしか分かりませんからね。だから予算編成過程をねフルオープンにすればいいと思います。大阪府の場合は戦略本部会議も町内会議すべてオープンでやってるわけでね。で議会との議論もすべてオープンです。要は我々がやってきた府市統合本部会議にしても、それから、議会の都の、いろんな、協議、例えば知事要望とかね、知事提案とか、ああいうのもすべてオープン。でこれは僕が議員の時にやったんですけど、議会運営理事会のはもう要は、理事会というのは正式な会議ではないんで、フルオープンの議会運営委員会で物事を決する。小池さんも全てオープンでって言われてるんでね、我々の大阪でやってるこのフルオープンの運営の仕方というものをね、これこういう形で都政の運営をやっていただいたら都民に一番分かりやすくなるんじゃないかなと思います。当然今都議会1議席、維新の1議席ですけども、ある程度都議選で、どういう形かは何とも言えないですけど、ある程度小池さんと連携みたいな、あんまり想像つかない。いやこれはもう都議会の政策ですよ、選挙は。我々は大阪維新の会として、これまでも言い続けてきた、とにかく身を切る改革で財源を生み出して、医療福祉教育、そして次の世代につけ回さない、そういう、ことを基本とした都政の政策を作っていきます。先だって安倍総理と菅長官と、橋本さんと馬場さんも交えて会食をされて、憲法改正のお話なんかも総理が言ってたようですけど、いかがですか。これ真面目に議論をすると当たり前のことを言ってるだけです、これも参議院の勢力、改憲勢力3分の2というね、それを阻止しようとした、勢力と、で我々は別にその改憲ありきではないけど、僕らは真面目な議論はやるべきだと。憲法審査会がいきなり、もう居酒屋トークっていうのはもうこれダメなんでね、真面目な議論をするためには3分の2が必要ですよと。要は発議の可能性があるテーブルですよ。だって3分の2を超えないと
もうないくら真面目にいいこと言ってこれ必要だねってみんなの同意とってももうこれあの発議ないんですから。だからああいう居酒屋トークになる。だからまあ秋以降ね、これは総理も、ずっと言われてきたけど、やっぱり憲法審査会で、真面目な議論をスタートしたいということはおっしゃってました、ね。まあ、公明党なんかの中で民進党が、まあ、応じないという話も出てますけども、このあたりの話は例えば松井代表からされたり、総理からお話があるといや、公明党さんの話というかそういう話は一切何もありませんでした。まあ、秋以降、まあ、審査会で議論を進めていきたいというような話をされて、うん、大阪維新の側からは何かそれについてか。いや、これは我々も言い続けてたことですから、真面目に議論をやりますということで、申し上げました。まあ、すでにオープンになっているのであれですけど、例えば憲法改正したいこの三本柱ですね、うん、そういったところのご紹介なり話なり、まあ多分真面目に前代表とかしそうな感じですけど、いや、もうその紹介も何も、もう選挙でずっと言い続けてる話なんで、うん、まあ、だから党首討論の時にね、共産党はいい話もあれダメだっていうのは本当おかしかったよねっていうのはまあちょっと話しましたけどね、うん、いい話っていうのはいい話でも教育無償化とかそういういい話でも一切変えないっていうね、党首討論でそういう話してたんで、あれ本当おかしいよねいうことを言われてましたけどね。あ、そうですか。うん、あ、じゃあ大阪維新のああいう提案でも共産党はいかにも乗りそうなもんなのにダメなのはおかしい、そういう趣旨ですか。うん、特に日程感みたいなやつはそこで議題になったとか、ね、なってません。まあ、やっていこうっていうような話がでかかったんですか。うん、その総理の側からは何かその具体的な改憲項目、こんなのどうかとか提案はあったんですか。ないね、そういうか。うん、会談に憲法審査会の委員の馬場さんを同席されましたけど、審査会の委員の馬場さんが同席しましたけど、馬場ちゃんは幹事長として入ってたんです。審査会の委員を意識して全然違う、うん、憲法官では秋の臨時国会から憲法審査会を動かしていきたいという認識で一致したというか、これは憲法審査会、の、会長が、決まって、衆議院と参議院で日程もやっていくわけでしょ、うん、だから国会が始まればということなんで、それは秋の国会なんでしょうね。うん、特に憲法以外では憲法以外別にもう大した話してません。うん、全く。これはね、大体まあいろいろと言われてるけど、もともとはね、こう3月ぐらいに日経プレジデント雑誌で総理と、橋本さんの会談やったでしょ。会談あれどこやったかな、日経プレジデント、日経新聞、知らんの誰も。どっかのその雑誌の対談ってプレジデントやと思うけど、でその時に今度ご飯食べよう言ってた、4月ぐらいに言ってたのが熊本の地震で伸びて、でその後、僕が官房長官とおった時にあれ熊本地震で伸びてるから、ちょっと非設定しようよという話になって、で、連休5月の連休明けぐらいにじゃあ参議院終わったらやろうねと、その時はまだ
多分松江さんがすぐ辞めるなんて決まってなかったから、でそのぐらいに日程調整やったのが、6月の30日やったと。もうそれだけの話です。橋本徹さんに対して政界復帰を期待するな、そういう話は。いや、そういうのは総理が官房長官じゃということじゃなくて、世論を橋本さんに期待してるよっていうのはね、言ってましたけど、いや、もう自分詩人として、これはもう外から見させていただこうと言ってましたけどね。それは橋本さんがおっしゃってます。改造の件とかは全然話になりません。最終日で、都知事選の最終日で松田さんの応援に行かずに会われていたという、よくそういう報道されてますけど、なんか都知事選の話などされていたりはしなかった？全く。そういう時期に決まってたんで、応援に行かずにって言うけど、その会合は夜なんでね、6時からやから、別にこの会合があるから行かなかったわけじゃないでしょ。その間いくらでも行けんねんから行こうと思えば。先ほど橋本さんの政界復帰の期待感の話ですけども、あれは総理官房長官とはあえておっしゃらないんでしょうけども、どちらかから出たの？どちらかというか、総理かな。世の中の人は橋本さん期待してるよねっていうのがね。それあれですね、なんか都知事選の時に名前結構上がってます、その話なんだろう。いろんな都知事選の時に調査をしてもね、橋本都知事が一番この支持高いとか、そういうことを受けての話です。はい、ご了承させていただきます。